はい、こんにちは、海坊主です。今回のね、ファーミングシミュレーターなんですけど、前回やった時からね、数年経過してます。まあ、数年経過した理由としてはね、まあ、後々説明しますけど、まあ、とりあえず、そういうことです。で、今回何をするかっていうと、ここのね、奥側の土地、ここをね、ついに購入しようと思います。はい。で、まあ、あと他にもね、ちょこちょことね、いろいろ変えたところはありますね。まあ、このね、照明をくっつけたりとか、まあ、そういったところでしょうかね。あとはね、この畑の周りのね、木を全部処理しましたね。なのでね、まあ、俺の土地はね、こう見通しが良くなっております。はい。ってことでね、とりあえずまずはね、最近恒例となりつつある、新車、まあ、新車っていうかね、中古車ですけどね、その購入からね、行きたいと思いますね。この前回の動画からこの今の現在までにね、間に購入した車両全部紹介したいと思います。それでは本日もね、よろしくお願いします。はい、ってことでね、今回もね、いい中古車が出てきました。こちらですね。まあ最高速度が50キロぐらいでね、パワーの方が205馬力なんですけど、エンジンをね、これにしたら295馬力なんで、まあそこそこいけるでしょうってところです。で、タイヤはね、なんだか最近気に入ってるね、このパターンのやつにして、タイヤスタンダードとスタンダード2しかないんですね。うわ。これもこれでなんかかっこいいですね、パターン。これなんだろう。ああ、回転灯ですね。まあ、左右、つけて、じゃあメインはね、一応純正色にしときましょう。はい。じゃあ、こちら、購入です。はい。で、もう一台ね、こちらも購入しときます。で、口座残高がね、やたら増えてるのかもしれないですけど、これ、やっぱりね、時間外労働ってやつですよね。動画にしてないところでね、結構稼働させてたんでね、こんだけ、まあ、口座の残高が増えてます。で、なおかつ、グリーンハウスですね。やっぱ、安定収入あるとまた違いますよ。はい。ってことで、まあ、こちらの方もね、一応購入しときます。まあ、何に使うのかっつったら、これはね、240馬力出てるんで、あれに使おうかなと思ってるんですよね。トレーラー引っ張るのに。まあ、今のうちだけね。まあ、安いんでね、買っときましょうってやつですよ。つったってでも、まあ、値引き率 35% じゃやめといた方がいいかな。はい。はい。ってことでね、次の中古車。こちらですね。これ60キロ出るやつですね。でも、そこまでパワーがない感じかな。まあ、カスタム要素はね、それなりにありそうですけどね。で、最近ね、なんでそんな中古車ばっかり買ってんだってことなんですけど、こんだけお金があればね、エリア拡張したらいいじゃねえか、いい加減って感じかもしんないんですけど、まあ、とりあえずね、そのエリア拡張の動画を撮る前に、ある程度、物を揃えたいんですよね。物を揃えたいってことで、まあ中古車でね、しかも新車だと、これまたね、えらくお金かかったりするんでね。まあ辛抱強く待って中古車が出てくるのを待とうって感じですね。はい。まあそんな感じです。これ、なんか違うんですかね。このグリーンと、ジャバグリーンと、グリーンマット。まあグリーンマットはわかるけど、ジャバグリーンにしときますか。どういうグリーンだかわかんないけど。はい。じゃあ、こちら購入です。はい。ってことでね。一応、狙いのやつじゃないけど、たまたま出てきたんでね。こちら、買っときましょう。この収穫機。いい加減ね、黄色いやつがね、あれかなってことでね。どれかなって話ですけど。とりあえず、エンジンはね、でかくした方がいいのかな。まあエンジンはね、このままでいいでしょう。で、パイプをね、
ちょっと長くしといて、なんかね、いろんな種類ありますけどね。まあ、とりあえずこのファンつけとけばいいでしょう。わかんないけど。はい、じゃあこれ購入しときます。で、まあ新品になっちゃうんですけどね。新品になっちゃうんですけど、カッターもね、買っちゃいましょう。で、カッターはね、カッタートレーラーとかめんどくさいんでね、この引っ張れるやつにしちゃいましょうね。13.7m のこの引っ張れるカッタートレーラーじゃなくてカッター使いたいと思います。で、案の定ね、20キロ増しみたいな。はい。こちらで。ってことでね、こちらのね、ハッシュキーも買っとこうかなって感じですね。うん、まだ十分な数あるっちゃあるんですけどね。まあ、たまたま出てたんでね。本来であれば、15、6万するやつがね、7万5千で買えるっつんだからね。これも一応買っときましょう。お金もあるしね。はい。じゃあこれも購入です。はい。ってことで、またね、トラクター。それなりに良さそうなやつが出てきたんでね。こちらも購入しときましょう。ね、タイヤはね、最近お気に入りのこのタイヤで、ワイドタイヤのみですね。で、回転灯をつけて、フロントローダーはね、いらないでしょう。で、エンジンはね、一番でかいエンジンにしといて、メインはね、最近黒、トラクターなかったんでね、黒にしときますか。で、リムの方はね、ベージュ。はい、じゃあこちらも購入です。はい、ってことでね、とりあえずね、これになります。まあほとんどトラクターですけどね。収穫機が1台ので、ハッシュ機が1台ので、これ多分ね、抜けてたんですよね。これ俺のお気に入りの車両です。はいはい、でとりあえず今回ですけどね、この例の土地を購入する前にね、とりあえず収穫から行きたいと思いますね。早速ね、ちょっとこれじゃない、これじゃない、こいつをね、使って収穫していこうかなって話ですよ。あれ、嘘、カッタートレーラーつけらんねえの。ちょっと待ってね。確かこれアタッチメント変更できたはずなんで、あ、これで多分大丈夫かな。これで多分ね、装着できるようになったはずです。あれ、あの上にかぶさったやつがなくなったよね。なんで、そうそう、これないと意味ないですもんね。はいはい、じゃあ早速行きましょう、行きましょう。やっぱね、新しいやつでね、やるのはワクワクしますよね。あれ、これじゃないの、もしかして。ちょっと待ってくださいねたびたび申し訳ありません。もしかしたらね、このスタンダードかな。これやると上外れるんですね。大丈夫ですよね。はい、今度こそ大丈夫。多分。さあ、どうだ。あれ、やっぱつかない。よし、じゃあこうなったらね、引っ張ってかなきゃいいんですよ。まあどういうことかっつったら、普通にね、くっつけて持ってけよって話ですよ。こう押してね。
無理やり。はい。はい、装着。OK ですね。これはね、道路を渡る予定がないやつなので、ある意味いいっちゃいいんですよね。と、あくまでもこっちのエリアだけで使うので、まあ確かにね、トレーラーで引っ張ったりとかする必要がないんでね。まあいいでしょう。しかしね、これもね、32キロしか出ないですね。やっぱ50キロ出ないと厳しいもんがありますよね、移動は。まあいいでしょう。とりあえずね、今回ここくっつけるんでね、とりあえず最初にね、収穫しちゃいましょう。はい、これはちょっと待った、動かないね。これで動くかな。動きました。はい、これがね、新しい収穫機の内装ですね。まあまあまあって感じ。ハンドルがちょっとちっちゃいなって感じだけど、まあこんなもんでしょう。はい、ってことでね、こっちの方もね、収穫していきましょう。これでね、収穫機が3台になったんでね、それぞれの場所で動かせるってやつですよ。これもね、動かしていきましょう。で、ハシュ機もね、3台になったんでね、3つの畑で動かせますね。しかしこれ、エンジンかかってから動き出すまでからね、時間かかりますね、やっぱり。これもね、でかい収穫機ね、そのうち交換していきたいですよね。はい、いってらっしゃい。はい。じゃあね、これは、こっちで使いましょうね。奥側の方の畑で。あー、そうか。ちょっと待ってね。これは、なしにしときましょう。分巻き仕様でね。